どうも、ミネです。今回からこのゲームボーイアドバンスのデュエルマスターズプレイしていこうと思います。よろしくお願いいたします。初めてだなぁ。ゲームのデュエルマスターズやるの。紙では昔、本当に20年ぐらい前とかにやってて、本当に2色のカードが出始めたぐらいでやめたんだけど。で、漫画とかは割とちゃんと読んでたんだけど、それ以降全然触ってなくて、 MTG とかはちょっと触ってたんだけど、デュエルマスターズもうわかんないんだよね。なんかなんちゃらマックスみたいなのが最近は出てるんでしょう。ちょっと怖くて、ちょっとこの辺の時代のやつをやりたくて買ったんだけどさ、初めからやっていこう。はい、うまくセーブされます。はい、ショー、これがあれか、デフォルトネームなのか。まあ、ミネーでやらせてもらってるので、ミネーでやっていこうか。OK。これで、これか。ミネーで OK です。ビートダウン、デストラクション。自然と火の超速攻デッキ、素早くガンガン攻め立てろ。火と闇の超破壊デッキ、敵のクリーチャーを全滅させる。水と闇の凶悪手札操作デッキ。相手の思い通りにはさせないぜ。光と水の超防御デッキ。場をコントロールしてじわじわ攻めるぜ。どれが一番、まあ、わかりやすいのはビートダウンだよね、多分。でも俺一色でしかデッキ組んだことないのよ、昔。でも火と闇かっけんだよな。でもまあビートダウンでいっか。おそらくシンプルなんじゃねえかな、とは思うんだけど。さらにブースターパック2つを手に入れた。お、パック開けれるんだ。あ、いいね。俺これでカードの頭切ったことあるわ。あ、火がねえ。これ火だっけ。もう一個あるから。あ、ギガントス、ウォーグ、ディオライオス、全然わかんねえ。デュエルマスターズの遊び方を説明します。スタートボタンを押すとスキップできます。ターン始めに自分のカードをすべてアンタップします。最初からにしてくれよ。途中じゃねえか。ドローステップでは山札から1枚カードを引きます。はい。山札がなくなるとその時点で負けになるので注意してください。ここまでは自動で進むので特に操作は必要ありません。それはありがたいよね。このステップでは手札からカードを1枚マナゾーンに置くことができます。はいはい。マナゾーンに置かれたカードはカードを使うとき、マナを払うために使えます。チャージできるのは一旦に1枚までです。いらないときは置かなくても構いません。このステップでは手札からカードを使うことができます。カードにはクリーチャーと呪文があり、それぞれ必要なマナを払って使えます。クリーチャーは使うとバトルゾーンに置かれ、バトルゾーンにある限り戦い続けます。まあそうなんだけど。呪文は効果を発揮した後墓地に置かれる使い捨てです。マナと手札がある限り何枚でもカードを使うことができます。使いたいカードを自分の手札から1枚選びます。カードを決定したら必要なマナコストを払います。あれ、自然文明のやつは自然文明4枚じゃないと出せないんじゃなかったっけ。俺がそう思ってただけか。あれ、プレスホーネットを召喚した。まあまあ A か。含まれてればいいんだっけ。このステップは自分のクリーチャーで対戦相手をアタックします。相手のシールドをすべて壊して直接相手を攻撃、相手に攻撃を当てたプレイヤーの勝ちです。クリーチャー1体選びます。で、アタックできるのは相手プレイヤー本体かタップ状態の相手クリーチャーです。まあ、シールドで、壊されたシールドは持ち主の手札に入ります。このシステムいいよね。あ、召喚酔いの表現、こういう感じなんだ。相手にアタックされた時ブロッカーを持つ、クリーチャーがいれば、そのクリーチャーを使って相手のアタックを妨害できます。あ、防がれた。クリーチャー同士のバトルでは、パワーの大きい方が勝ちます。パワーが同じ場合、相手になり、お互いを墓地に置かれます。相手のシールドを全て壊して直接相手に攻撃を当てたプレイヤーの勝ちです。デッキ調整とセーブができます。セーブだけしとく？はい。カードショップ。トーナメント。ストーリーとかないんだ、これ。スト
ストーリーとかねえんだこれ。おお、今のビートダウンデッキこういうことってことか。ボルシャックドラゴン入ってんのちょっと熱いな。マイカー戦スタート。僕のデッキに勝てるやつに出ないのさ。そいつはどうかな。先行後攻じゃんけん。パー。あ、いこだ。もう一回パー。の、気が合うね。パー。ああ。じゃあ、スタート。7チャージ。テンポ早いな。コスト5は、今、いらないかな。バンを返したい。OK。ターン終了。お、いいね。いいのが来たから。クリムゾンハンマー。これどういう効果なんだろう。あ、これ見れるのか。2000以下の相手のクリーチャー一体を破壊。あー、どうだろうな。それだったら、こいつマナーにして、タイラーを、これで召喚で、ターンエンド。アタックはできないんで、そろそろ相手も出してくるよね。なんか来ないのか。事故ってない。ブロンズアームもマナにしとくか。で、防具を3。あ、はい、いけるか、いけるな。勝手に3マナだと思ってた。 OK。 これでメインステップ終了で平でアタック。で、ターンエンド。お前のターンだぜ。マナチャージ、メイン、マナコスト。おぉ、なんか来る。あ、俺も持ってるやつだ。4000か。え？あいつの効果何なの？ちょっと待って。見せ、あ。お互い何かしらを墓地に送るのか。ギガント強いじゃん。でもなんかそういうのって、バトゾーンに出た時、ああ、やっぱあれなんだ。マイナス効果あるんだ。で、こいつもなんか、やっぱあるよな。こいつを、マナにして、こいつなんか効果あんのかな。なんもないな。じゃあ一旦こいつ出しとくか。違う。 OK。 これソフォネットで、こいつでアタック、僕でアタック。シールドトリガーが出なければいい。よしよし。OK。ターンエンド。5か。でかいな。何が来る？ストーンザウルス。でも一発目攻撃できないからね。
6か。だったら、ギガントス出すか。こいつも穴にして、ギガントス使います。OK。これで OK。で、召喚して、マナゾーンのカード1枚。まあ、しゃあないよな。なんでもいいっちゃいいんだけど。とりあえずこれ、消しとこう。で、こいつってブロッカーなのか？面接終了。違う。ちょっと待って。相手のカード見たいんだけど。あ、これか。パワーアタッカープラス2000。プラス2000か。でかいな。でも、あ、違う違う違う。防がれないから。もうどんどん割ってこ。割ってけ割ってけ。もう先に、テンポ取った方が、この時代は勝てるんじゃないかな。そうでもないのかな。ダブルアタッカーとか、全然出てこねえな。ボルシャックとかダブルだったよね。なんかそんな、淡い記憶があるけど。おー、バンバン出してくんね。あ、懐かしい、それ。見たことあるわ。あれに入ってなかった？あの、6000で殺された。ブレイズクローか。でも、マナにして、ブレイズクローさんを出しとこう。全員ブレイズクローと同じ見た目なんだよな。で、終了。今のうちに殺しとくか。そうだよ、受けるときは大丈夫だよね。で、アタック。シールド。あ、シールドトリガーじゃない。人か。びっくりした。なんか強えやつが出てこなければ。出てき、うえ、なんだ ?6 マナ？あ、懐かしい。なんだっけ、アルカディアステッキに入ってた気がする。あー、タイラに殺された。うわ、バーニングヘアがテーブル。バーニングヘアってなんだ。ドロー。8マナ。無理無理無理。マナに送っとこう。で、バーニングヘア使おう。違う違う違う。やっぱあれなんだな。緑1枚でも入ってればいいのか。そんな緩かったっけ。これダブル、ダブルブレイカーか。これあれだよね。あ、もう、ダイレクトで終わりじゃない？終わりだね。アタック。ダイレクトアタック。よーし。ユウィン。最後のジェナアタック。ミエレン勝利。俺こんな見た目なんだな。改めて。くそ、今のはたまたまだ。先行後攻、グー。あ、また気が合うね。パ。よし。
デュエル、スタート。8マナ、もう初手あってもしゃあないからな。出しとこう。で、挽回します。1マナのやつとか入ってんのかな、そもそも。お互い。これマナにしとこう。で、防具を2マナ使って出します。防具召喚。で、召喚用意してるから、ターンエンド。召喚用意の説明とか一切なかったな、そういえば。2マナで、タイラーか。よし。クリムゾンハンマーで、倒すのもありっちゃありだけど、今は増やしときたいな。違う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 。バーアタッカー。2000プラスか。墓地に置かれるとき、墓地に置く代わりに自分のマナゾーンに置く。あ、こいついいね。こいつをマナにしといて、でこいつを3マナ使って出します。このデッキ普通に、やっぱ初期デッキ、そこそこ強くない？で、アタック。シールドアタック。シールドトリガー入ってねえのかな、お互い。全然出ないけど。マナチャージ、メイン。3マナで何が来る？ギガントス。マナカード1枚墓地に送る代わりに強いんだよな。あー、そうか。タイラーか。タイラー君をマナにしよう。マナにして、ゴールデンウィング君を出す。オーケー。これで次のターン、メテオサウルス君強いのか。うーんって感じだな。バトルフェーズ倒しとくか。よし。OK。ターンエンド。これでこっちのあいつが倒されても、そんなに痛手じゃないから。うわぁ。あ、倒してくれよな。まあ、でもマナゾーンに置かれるから、そんなに痛くない。よし。OK。バーニングヘル。どっちの方がいいんだ。違う違う違う。毎回間違うな。パワータッカープラス2000か。同士打ちになっちゃうからな。同士打ちっていう、同士打ちじゃねえや。相打ちになるからな。微妙だな。マナ。とりあえずこいつ、マナにしとっか。使います。OK。マナ自動で選んでくれてもいいんだけどな。あ、でもそっか、どっちみち攻撃できないのか。4000だもんね。アタック。よし。ターンエンド。いや、でも、ブロッカーいないからさ。もうガンガン攻めていってもいい気はするな。ただ敵の枚数が多いんだよな。ああ、オールデミングが。シールド終わってくるよね。
強いの来い。マナに一応入れとくか。チャンスはでかくなるもんな。これで効果見てねえけど、絡みカズラ、絡みカズラくん効果は、ああマナゾーンに置く効果か。ありがたいな。じゃあバトルフェーズ入ってどうする、どうするだな。本当に敵陣ぶち抜いた方が、いやーいいね、倒しとくか。同じ減るんだったらあいつ倒した方が良かったかな。ギガントス何回間違えるんだって。マナチャージ5マナか、5マナか。あ、2000以下を殺してくるんだよね、だから大丈夫なはず。まあこいつは取られるよね、俺も取ると思うもん。ええー、オッケー、両方マナチャージステップをとりあえず3マナ払って出す。あのカード懐かしい。山の一番上のカードを1枚マナゾーンに。そんないい効果持ってんすか、あの人。全然覚えてねえな。OK。ボルカノドン。デュエルマスターズのカードの絵柄って好きだったな、昔。パワーダッカープラス4000か。でかいね。相手、取れるね。こいつはマナゾーンに置く効果ぐらいで、そんなに強くはないって感じか。オッケー。で、取れないよな。取れないからな。よし。ターンエンド。これ厳しいかな。強いな相手、急に強いな、なんか。おい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 、アタック、まあ狙ってくるよね、それはそう。カラミカズラはマナゾーンに置かれるから、そん全然痛くない。手札に入りました。厳しいか。ブレイズクロー。今何マナあんの俺。ちょっと見づらいんだけど。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9マナか。あー、欲しいな。2体出しとくか。違う、マナチャージステップを。OK。これで OK。で、出します。使います。1、2、3、4。これ負けるかもな。すべてのプレイヤーは自分自身のクリーチャーを1体ずつ選び墓地に置きます。どうする。今攻撃できねえやついるのは、どうなんだろう。攻撃できるやつを残しときたいよな。で、どうしようか。違う。
まだか、だからね、倒せるけどね、倒したとって、いや、てか、どっちみち次のターン負けない？これ。いや、倒しとくか。な、ブロッカー？くそ。あの、B って書いてあるやつ、ブロッカーってことか。ブロンズアームくん、攻撃しても多分、ダメだよね。通らないよな。負けじゃんじゃ、これ。負けだぞ。なあ、なあ、終わった。初期デッキだから運ゲーなのかな。チョキ。高校の方が強いとかある？そんなことないよな。マナチャージ。とりあえずスペルはマナにしといて。ピコラ。ピコラってどんなカードだっけ？覚えてねえな。なんだっけ？コルピアとかしか覚えてない。いやいや！あ、そうなんだ。墓地置くんだ。効果を見てから出せ。またピコラがいる。まあ、早く動ける代わりにってことだよね。ダイラ。ワーニング。違う。技ゾーンにある自分のクリーチャーを1体選ぶ。このターンのアタック中、そのクリーチャーのパワープラス2000。俺あんまりこういうスペル系って使わなかったなぁ。ちょっと厳しい気はするけどなぁ、この戦法。もうこっしゃあない。で、アタック。シールドにアタック。OK。ターン終了。そう考えるとやっぱあれだな、ブロッカー欲しいな。ブロッカーと、攻撃してくるか。多分3000になるよな、こいつ。そうだよね。タイラ殺しとくか、次のターンで。ボルシャックドラゴンがいる。ボルシャックドラゴンがいる。7にします。ピコラでこいつにアタック。倒しとこう。あんまり数いられるのも問題だもんな。減らされるしな。 OK。この辺の駆け引き面白いね。やばいぞ。ギガントズ。こっち潰してくるよね。てか、相打ちでいいのか？まあ、いいのか。こっちがカスみたいな感じになってるもんな。こいつ強くない？勇敢。あ、2枚を、あれなんだ。置かなきゃいけないんだ。毎ターンアタックしなければならない。それはいいけどね。これちょっとマナーにしよう。エンドだぜ。何もできないぜ。3マナのカードが欲しい。正直何もできん。4マナ。シールド割られてもいいから。オッケー。どうしようか。
パワーアタックプラス2000。これマナにしよう。で、防具。OK。で、召喚酔い中だからできない。そうだよな、相手のシールド割ったらそうだよね。相手のハンド、おい。ハンドにな。うわ、最悪だよ、お前、マジで。ざけんなよ。手札アドバンテージが欲しい。あいつ倒すか。あいつ倒しに行こう。こっちプラスだったよね。ボルカノドン、違う、ちょ。プラス4、うん。よし。いや、でもシェルドームも、いや、シェルドームはいいのか。4000。ああ、じゃあ、こいついいわ。こいつマナにしよう。こいつマナにして、今どうなってんの？まあ、どっちみちやられるから、こいつを出す。で、あの椅子は、ああ、そうだよね。召喚用意してるからね。遊戯王とかポケモンの感覚でやっちゃうからさ、なんか忘れるわ、召喚用意。2枚バーニングヘルト、やばいやばいやばい。結構やばいぞ。オルシャックドラゴンをどうしても出したい、出したいんだけどな。一番出して23で、やったとこでな。マナにして、出す。これ上手い人が見たらすげえプレミしてんだろうなって思うけど、もう全然回し方とかわからんからな。来たカードを使っていくしかない。マナ、そうか、1マナ置かれることを考えていればこの辺いけたな。バトルフェーズ、こいつでこいつを倒しとこう。ターン終了。ギリ持つか。あ、ギリ持った。ギリ持った。持ったかな。持ってないな。そうだよね。CPU がバカだと思っててさ、出してるカードに狙ってくんだろうって思ったけど、そんなことなかったな。一回戦敗退だよ。酸化料かかんのこれ。酸化料ってどうやって。あ、この辺であれか、フリーデュエルで稼ぐのか。はい、じゃあ終わりましょうか。難しいね、デュエルマスターズ。